ダグラス DC-4 アリタリア航空の DC-4B ダグラス DC-4 はアメリカ合衆国のダグラス社が開発した大型レシプロ旅客機。軍用型として C-54 と R5D が製作された。1942年初飛行。ユナイテッド航空のハンガーの前に駐機する DC-4E1930 年代以降。 DC-3 の商業的な成功により、アメリカをはじめとする世界の旅客機市場で最大のシェアを誇っていたダグラス社がユナイテッド航空から出された DC-3 の後継機に対する要望に応えるための試作機として、ダグラス社として初の4発エンジンを持つ大型旅客機 DC-4E が開発された。 1938年6月7日に初飛行したものの路線就行を前提としたテスト飛行を行った結果、エンジン出力に比べ機体重量が重かった上に、機構が複雑すぎ、整備性及び経済性に問題があったために、試作機として1機だけが製作されたのみに終わった。DC-4E は、その後、1939年10月に日本海軍が入手し、 中島飛行機で海軍向けの13使用型陸上攻撃機、深山の設計をする際の参考にされた。大統領専用機の C-54、セークリッドカウ・カンタス航空の DC-4 その後、DC-4 として1から開発がやり直されたものの、第二次世界大戦中の1942年2月14日に完成、初飛行したこともあり、当初は、 アメリカ軍向けの輸送機 C-54 スカイマスターもしくは R5T として対戦終結後の1946年までに1134機が製作された。1944年には C-54 が当時の大統領フランクリン D ・ルーズベルトの専用機セイクリットカウとして採用された。なお同機は初のアメリカ大統領専用機であり、 下半身不随のルーズベルトの乗降のためにリフトが装備されていた。なお、第二次世界大戦後にはアメリカ軍やイギリス軍で使用されていた C-54 や R5D のうち約500機が民間に払い下げられ、旅客型に回収されて DC-4 として飛行することになった。そしてパンアメリカン航空により大西洋、続いて太平洋を越えて運航される。 最初の民間機の一つとなった。その後、1947年8月9日に生産が終了するまでの間に74機の民間向け DC-4 が製作され予圧仕様の機体もあり、C-54 や R5D を含む多数の機体がパンアメリカン航空や日本航空、キャセーパシフィック航空やカンタス航空をはじめとする世界各国の航空会社で、 国際線や大陸横断などの中長距離路線用の主力機として使用された。消火活動機に改造された C-54A その後1947年により大きな機体と強力なエンジンを装備し、長距離国際線に適した余圧キャビンを備えた DC-6 が登場し、その後さらに長距離飛行が可能な高性能型の DC-7 が登場したことから、1950年末頃には、パンアメリカン航空や日本航空などの大手航空会社の長距離路線から引退し、その多くが国内線や貨物路線へと回されたほか、チャーター便を運航する中小航空会社に払い下げられ活躍した。さらに1950年代後半には DC-8 やボーイング707、 コンベア880が登場したことから、1960年代前半には大手航空会社からの引退が進み、その多くが貨物機へ回収されたり、中南米やアジア、アフリカの新興国の新興航空会社へと払い下げられた。初飛行後70年近く経った現在もメンテナンスが簡単なことから数十機がアメリカや中南米の小規模な航空会社で使用されているが、 その多くは、貨物機や消防機に回収され、旅客輸送の第一線からは退いている。軍用型の C-54 航空会社からの要求使用により多少の差異がある。パンアメリカン航空の DC-4 ダッチダコタ、アソシエーションの DC-4 日本切手に描かれた DC-4 第二次世界大戦で敗北した日本は、 連合国より軍民問わず航空機を運用することを禁止されていた。1951年になり、ようやく日本航空株式会社による民間航空路による定期路線が就航した。しかし実際には日本航空は営業面だけを日本側が担当し、実際の定期路線運航はノースウェスト航空が操縦室付きで担当した。 この時に使われた6機のうちの1機が DC-4 であった。この DC-4 型機は、10、おう星号と名付けられ、同年11月2日より、東京札幌線に就航した。当時、DC-4 の生産はすでに終了していたが、他の5機のマーチン2かられから2に比べて信頼性が高かったため、1952年10月25日からの、 自主運行開始後も買い増しを進め、最終的に6機を購入した。こうして DC-4 は国内線の主力機として黎明機の日本航空を支えた。また、当時アメリカの統治下にあった沖縄への国際線機材としても運行されていたほか、東京サンフランシスコ間にトランスオーシャン航空からチャーターされた機材が貨物専用機として導入されていた。各機体には、 山の名前が愛称として付けられた。日本では1950年代初頭の日本航空の主力民間航空機であったため、当時の郵政省が航空郵便料金用に発行した航空切手には DC-4 が描かれていた。この航空切手には国際航空郵便用と国内航空郵便用の2種類があった。 そのうち国内航空郵便用は1951年9月に発行されたが、当時の速達郵便料金よりも安いのに、航空路のある年明けでは、速達よりも早く到着する現象が生じたため、1953年7月に速達と統合され廃止になった。国際郵便用もその後販売されないようになったが、最初に発行された。 記事航空シリーズ以外には必ず DC-4 が描かれていた。羽田空港に中期するキャセーパシフィック航空の DC-4 このように、当初は日本航空の国内線の主力機として活用されたものの、予圧装置や気象レーダーがないために、天候要因による欠航も多かった上に、最新 A ジェット機のダグラス DC-8 やコンベア880、 の納入が進んだことに伴いダグラス DC-6 の余剰が進んだことなどを受けて、事故で失われた2機を除いて1963年4月1日に全機が退役し、日本国外に売却された。なお、日本で DC-4 を導入したのは、日本航空のみであった。末期には、他社がより高速での飛行が可能なコンベア CV440 メトロポリタンなどの新駅材を相次いで、 導入したことに対抗して売却前の本機を使用した割引運賃の格安の夜行便サービス、エコノミーサービスを導入しようとした。しかし、全日本空輸や日本国内航空などの競合他社保護の観点から運輸省がこれを認可しなかった。パンアメリカン航空やノースウエスト航空が第二次世界大戦終結間もない1940年代後半から 乗り入れ機材に使用したほか、民航空運航士や大韓航空、カンタス航空など、多数の航空会社が、Z 機が主力となった1960年代中盤に至るまで日本乗り入れに使用した。また、多くの航空会社が1964年、東京オリンピックのチャーター機として、中華民国や韓国などが政府専用機として乗り入れた。漢方 1950年1月6日、国立国会図書館デジタルコレクション、dislittle.ndl.go.jp2019 年2月11日閲覧。ありがとうございます。